9期生バラエティ放送室、今回の先輩メンバーの小島かりんです。そして MC の豪快キャプテンさんです。お願いします。お願いします。お願いします。豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラです。お願いします。お願いします。レアです。お願いします。お願いします。結構 NMB48 の芸人さんと番組ご一緒させていただくことあるんですけど、はいはいはい、こんなに緊張されてる芸人さん初めて。あ、ほんまですか。あ、こんなにこれダブル東とかね、壁ポスター一緒にやって、ダブル東壁ポスターで、ね、やってます、ね、で、今回僕たちもそうですね、かなりグッと開きますね、じゃあ芸人ランクが芸人ランクがもうグッと上げて。いやいやいや、いや、僕らも緊張してね、ね、MC なんで僕は吉本漫才劇場でもないですから、はい、若手芸人とやることもないです。ないです。若手芸人の緊張はないです。まあそうね、アイドル、ね、はい、アイドルの方。いや、でも嬉しいです。ありがとうございます。はい、NMB48が初めてということですけど、はい、どうですか、こうなんとなく NMB48 のイメージとかあったりしますか。お笑い色の強いアイドルですね、やっぱここは。確かにね、その、はい、うん、バラエティ番組とか行っても、はい、NMB の方と一緒になることも結構ありますし、はい、みんなちゃんとめちゃくちゃ面白いし。そうやね。そうそうそう、ぜひ鍛えていただけたらと思います。はい、あれ、お願いします。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 そして、はい、まあ、この動画の主役は9期生になるんですけれども、うん、9期生そう、今日ずらっとみんなに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、どう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 、すごい、さっきまで楽屋でめっちゃ喋ってたんですよ。だけどすごい、なんかおとなしくなる。なるほど。だからまあちょっとみんなも僕らと一緒に緊張してますね。そうやね。これまあ俺らが思った以上におっさんやったというのもあるけど、想定よりも、想定よりも見たらおっさんやったっていうのがあるかもしれませんね。本当にの旧規制いかがですか。いや、でもなんかすごいキラキラしてね。確かに、まぶいですか、皆さん。まぶい、まぶいよ、まぶいよ。ちなみに旧規制は、あの、加入して1年半ぐらいの NMB48 としても若手になるんですが、本当につい最近10期生というまた一つ下の後輩ちゃんが入ってきたので、みんな今焦ってるかな。焦ってます。今頑張んなきゃみたいなね、はい、あるもんね。下からの突き上げが怖いっすね。いや、みんなまだキャピキャピでしょ。いや、そんな焦らんでもね、どしっと構えてください。そうですね、ここでいっぱい鍛えてね、そうそうそう、ファンの方もどんどん掴んでいけたら、はい、いけたらなと思いますけれども、はい、この番組はですね、9期生がさまざまなバラエティ企画に挑戦していくんですが、はい、9期生のみんなやる気はいかがでしょう。あります。はい、いいよいいよ。あります。いいね、素晴らしい。大きい声で、危い、ね、ね、そう、そして今回はまあ初回ということで、はい、まあ、お二人にはまだ9期生のことを知らないと思いますので、はい、今回行う企画をあやみ発表お願いします。はい、豪快キャプテンさんに9期生のことを知ってもらおう。それ何をしようの、それは。みんな起こしてます。それ何、GoPro。 あ、GoPro? はい、動かないで。そう。さあ、ということで今回行うのは、今後お世話になっていく豪快キャプテンさんに9期生を知ってもらうために、9期生全員にお互いどんな子なのかっていうアンケートを取りましたので、それをね、個人個人で発表していきたいなと思います。同期じゃないと知らないこともあると思いますので、みんなに発表してもらえたらと思います。はい、私もちょっと9期生初めて一緒に今日仕事することがあったりするので、私も知っていけたらいいなと思っております。素晴らしい。はい、それでは早速いきたいと思います。まず1人目はレイポンです。レイポン、レイポン、レイポン。じゃあぜひちょっと前に来ていただきまして、はい、じゃあ早速ちょっとアンケートを読ませていただきたいと思いますが、はい、まあ、レイポンはちょっとあの、はい、お二人に見ていただいても分かるんですけど、はい、結構あのあざとキャラでやらせてもらって。いや、確かにね、かなりのかなりのアイドルといった感じですね。かなりのアイドル。ね、見たことないですね。はい、あら、あるやつ手作り。あ、違う。あ、売ってんねや。売ってんの。はい。ね、私のためにふわっとしたね。そうなんです。そんな、まあ、レイポンには、やっぱこう、はい、あざといキャラについての、こう、みんなからの回答が来ています。うん、まずは、バカタン。ステージでも、裏でも変わらず、天然あざとい。とのことです。一貫して。そうなんですよ。やっぱみんなからこう裏で見ててもあざといなって思うのかな。
あざといですね。そいい意味で、いい意味で、いい意味であざとい。全く隙がないですか。隙がない。隙がない。ポノピーからも来てます。ポノピー。最近インスタのリール動画がセクシーめな投稿が多いです。いやー、わかる、わかる、わかる、セクシーに言ってんねん、みたいな。ハニーが、違う、違う、なんかすごい、もう人からのこう、違うんですよ。お菓子入れてるんですよ。違う、お菓子入れてる、お菓子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 で持って、じゃあお菓子でおっぱい持って、ね、お菓子ね、そういうことにならないよ、お菓子では。あ、お菓子、そうです、お菓子を入れてるんだよね。はい、そう、そういう風になんか何人か来ても、ミソラも言ってくれてるんだよね。はい、カニマにモザイクするのやめろ。そうなんですよ。なんかモザイク入れられたらもはや目がいっちゃうから。確かにね。しか目がいかなくって、セクシーな。それやっぱ作戦なん。いや、違うんですよ。私は逆にこうなんか見てほしい気持ちがないので、うん、隠してるっていう。あるやろ、あれ絶対、あれ絶対、あれ絶対あるよ、それは。その角度で撮ってんねんもんね、だから見えるような角度で。あと、ホロピーから、ペイポンが撮影のある日に私服でポロシャツを着ていたんですが、うん、胸元のボタンが全部開いてた。やめろ、閉めろ、閉めろ。そう、私のことをわざと釣ろうとしてるのかと思いました。こういうあのポロシャツあるじゃないですか、全部ボタンが開いてて、もう丸見えやったんですよ。見えてるよって言ったら、もう間違えたんですよ。私結構こう胸元が緩めの服が好きなので、うん、こう開けて涼しそうに見えるようにしてたら、うん、なんかホノピーが勘違いして言ってきました。全部開いてたよ。全部開けてね。本当にホノピーはもう誰よりも私のこのあざといに厳しいんですよ。取り締まってる、はい、もう会うたびに言ってくるんですよ。でもあざとセクシーみたいなのでいいんじゃないですか、ね、いや、そうなんです、いいキャラだなってすごい思います、ね、ちょっと見せてもらって、ね、見えちゃったとかね。えだからこっちょっとポロって見えて、ごめん、ああ見えちゃったちょっと可愛いじゃないですか。可愛いですか。可愛いですよ。可愛い、可愛い、可愛い。いや、そう、変な子やねと思われちゃう。変な子、ちょっと気をつけてください、ね、はい、そうですよ。胸元の皆さんも気をつけてちょうだい、ね、気をつけたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。じゃあどんどん行きたいと思います。いいす、ね、続きまして、はい、みそら、はい、あ、そう、みそらちゃん、はい、はい、みそらはでも私のイメージもすごいハキハキ喋る子で、はい、ツッコミとかも達者なイメージ、うん、ああ、なるほど、ハキハキ喋ってます、ね、そうなんです、はい、じゃあそんなみそらにレイポンから早速、あれ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 、普段SNS に載せる写真とか文章とかがしれっとあざとくて、旧規制ではあざといキャラは私っていうイメージの方が多いと思うんですけど、密かに狙われている気がします。あの、なんか結構写真の撮り方とか文章一つがなんか彼女感強くて、あの、私の座を狙ってるんじゃないかな。ライバルなんや。ライバルなんや。テンナもですね、最近あざとくなってるって書いてました。そうですね、やっぱりあの一緒に出かけた時とかに、うん、あ、ちょっとこれデートしてる感じで写真撮ってくれた。歩いてるのちょっと写真撮っといてみたいな感じで、ちょっとデートの感じを、うん、あの演出させられて、うん、写真撮らされて、はずいな、それめっちゃはずいっすよ、それ言われるの。今も私のこれやってました。えっ、あら、あっ、あってましたほんまにやってましたよ。やってた、あの、ちょっとやっぱ、ね、なんで狙ってる気持ちはあるの。えっ、あ、うわ、やってる、やってるやん。うわ、ほんと、あとな、ケンナがその自己紹介の最後の堪忍なが初期に比べて日に日にあざとくなってる。そうか、自己紹介がね、ちょっと実際見たいですよね。ちょっと見たい、見たい。最初からちょっとじゃあやってもらって、はい、はい、あなたのハートにみそらしろ、空に向かって笑顔を奏でるみそら、目移りはカンニーナ。なんかみそらってこんな感じだったんだ。味しめました。それより
もちょっと初めてアイドルの自己紹介で、ちょっとドキドキしました。あんなって許しちゃうんだ。あんなと。見覚えてください。いやすごいいいんじゃないですか。ね、可愛らしい。じゃ他にもありまして、マナミ。私が落ち込んでいる時とかにいち早く気づいて長文の連絡を送ってくれます。頼れるお姉ちゃん的存在です。でも本人は妹キャラになりたいっぽい。え？見たこといらんやろそれ。妹キャラになりたいんや。欲しい。元から姉御肌の性格なんですけど、うん、なんか最近なんかちょっと無理して妹キャラを無理してるんや。家でも私、うん、3つ下の妹がいるので、うん、どうしてもどこに行ってもで、ね、旧規制は年下の子がほとんどやから、うん、どうしてもこう自分がよしよしする側になっちゃうから、うん、甘えたいんです、うん、なるほど。でもね、これがあればね、僕らに甘えてくれればね。あ、そうね、確かに。お兄ちゃんになってくれる。お兄ちゃん、そう、何歳今？今年20歳。今年20歳やね。だからまあ16歳上のお兄ちゃんになってくれる。これはもう、だいぶお兄ちゃんですよ。16歳上のお兄ちゃん。お兄ちゃんというか、おじさんというか。はい、ということで、以上、みそれでした。ありがとうございました。はい、続きまして、レーニャ。はい、レーニャです。レーニャもなんか、ちょっと見た目とのギャップがあるイメージが私もあります、うん、でまずはホノピーからのタレコミです。レイコンに同じ可愛いキャラとして敵対心を持っていて、よくあざと対決をしたいと劇場公演の MC で発言しているのですが、レイコンには一切相手をされていません。みんなあざとくありたいんや。そうね、だからかね、そのレイコンすごい羨ましい存在ではあるんだね。確かに、やっぱ女の子がやっぱ一番なりたいっていうのはあざといだと思ってるんだよ。あ、でもあの一番最初に私この配信みたいなのがあって、うん、一番旧規制を知ってもらおうみたいな配信があったんですけど、うん、そこでやらかしてしまって何をしたおじさんをしてしまって。おじさんおじさんおじさんをしてしまって、しようしできるおじさんをしてしまって、できんのね、おじさん、そうや、おじさんって勝手になっていくもんやから。どういうこと、どういうことして、うん、あの私の特技が、うん、ナンパするの。ナンパ、女の子をナンパするのが得意で、そうナンパするおじさんのモノマネがすっごい得意なんですよ。でも見たいですね。見たい、おじさんキャラ。レイ君はじゃあおらんかな。姉ちゃん、姉ちゃん、今ちょっと時間空いてる。あのさ、あそこにさ、いい焼肉屋あるやん。ちょっと炙るからさ、一緒に。誰でも持ってたりする？お友達も一緒に全然。姉ちゃん。じゃあ LINE 交換でもいいし。じゃあ、行ってくれんから、姉ちゃん。お願い。行った、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 行った。全然ナンパするの上手じゃないで。一発目、そんなナンパでさ、初めての人焼肉屋なんか連れて行くぞ。強引でしたね。強引だったよ。ギャンブルさんに関しては、うん、レイポンのあざとさにあざとさ、あざとだってなんとナンパされてるなんか、うん、こんこんなんだってそう、これやめ、これあかんで、こんなんして、マジでこんなんしてほんまに連れて行かれてしまうから。やっぱあざといはね、正義ですから。でもレイにはこのあざといになりたかったの、なりたいんですよ、今でもずっとなりたくて、うん、結構、あの写真とか、うん、こういう感じとか、うん、こういう感じとか、割とするんですね、うん、でも全然みんな、なんか全然似合ってないよとか。よかったよ、今。でもその意見多いですね。あやみ、はい、サンデーションのあやみです、うん、劇場公演の時とか、めっちゃ自分可愛いって言ってるけど、裏でもめちゃめちゃ自分可愛いブームで生きてます。マインド、マインドでね。でも自信があるよね、自分にね。そうなんです、自分の顔が大好き。あ、顔が素晴らしいことよ、それは。それめちゃくちゃいいこと。ね、コヤリンからも来てます。え、自分の顔が可愛いことに気づいたのは中学生頃だと思ってえ、自分の顔ってレゲチかもって思ったらしい。
それでもめちゃくちゃいいことやすごいいいことや、めちゃくちゃアイドルとしてはいいことや、それは小学校の時からあんま気づかなかったんですけど中学生に上がってからやっぱ笑われてるのかわいいよ、かなりかなりかわいいから周りの子もすごくかわいかったんですけど、うん、私ってレベチかもめっちゃいいじゃん、めっちゃいい話じゃん。いやでもそれは素晴らしいことですよ。かわいいしね、ちゃんとね。そうそうそう、そのマインド最高だと思うんですよね。あ、三次審査の時に、うん、まだオーディション時代の時に、うん、向かいの席に座ってたんですけど、うん、会議室中に広がる声で、うん、私って学年一かわいいのに学年一やばい、やばい、すごい。でもそういう人がね、やっぱどんどん生き残っていくということですね。でもそのキャラはすごいいいやん、ね、いいキャラだと思う。おじさんとね、おじさんはあれやけど、おじさんキャラね、自分のことすごい好きみたいなね、レベチキャラはめっちゃいいと思う。レベチキャラ、レベチキャラ、ありがとうございました。レイナでした、レイナでした。では続きましていきたいと思います。西ゆまです。おお、西ゆまはでもなんかいろんな好きなことが多いなって、うん、すごいスタイリッシュ、ね、スタイリッシュ、長い足長いね、すごい。そんな西ゆまへは味噌らから来てます、はい、ラーメンを食べ過ぎて加入直後あたりにお医者さんからラーメンのドクターストップとかがかかる。そんなことありました。で、まず加入前はもうラーメン週5とかで食べる、すごいね。1日2、3回とか食べる日もあったし、うん、お医者さん行ったら数値見てちょっとこれあかんなみたいな。確かにそのラーメンも今週2に制限されてます。あれでも1回もかかってんねや。でもシンパシー感じますわ僕は。すごい。僕もあの数値でラーメンは止められてます。はい、高血圧と、あと肝臓とですね、これでラーメンやっぱり肝臓にグッとくるんで、あんまり行かないように。ちょっと良くないですよね。ご飯も食べるし、麺もおかわりしちゃうんですよ。めっちゃ食えるじゃん。一緒やん俺と。一緒気をつけてよ。嬉しい、ラーメンルーティン一緒やん。いやでもそれでこのスタイルはすごいですね。そうですよね、これ卵でもすごいですよね。続きまして、マナミンから、うん、私のことがすごく好きらしいです。私が塩対応すると、うん、後輩に目移りしちゃったらどうすると嫉妬させようとしてきます。そうなんだ、すごいね。結構加入初期から私のことを好きっていうのを伝えてくれてて、大好きです。大好き、大好き、大好き。私が結構塩対応するようになったら、なんかわざとなんかさゆきとかにこう他の子に行ったりとか後輩に目移りしちゃうからとか嫉妬させようとしてきて、結局なんか所詮それぐらいの愛なんよなって言われてますけど、ちょっと逆効果やったよね。悔しい。もっと大好きで、でも最初はそんなにあんまり絡みがなかったんですけど、もう自分から猛アタックして、もう何気ない会話でも絶対会話終わらせないみたいな。すごいね。結構その時は鬱陶しかった。重いもん。確かに重いですね、ちょっとね。友達でしょ、だって。結構オラオラなの。オラオラやね、オラオラな男性みたいな感じやね。ラーメンばっかり食べて、オラ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 連絡取って、オラオラ気質、オラオラ気質なんやね、ちょっと。そしてもう一つ、リオピから。千葉県出身なのに関西弁に染まっている。そうなんですよ、もう本当に関西弁がめっちゃ映っちゃって、緊張してたりとかするとあんまし出ないんですけど、もう感性が強いなと思って、やっぱり、もう無理ですね。無理です。でもなんかマジってどこ弁でもない。一線関西弁でもないし、なんかみっちゃん恥ずかしい。ポノピーはなんかエセ関西弁があんま好きじゃない。大嫌いです。寒いもだと思う。おばさんやね、一人。おばさんみたいな感じよ。はい、ということで以上
2週間でした。ありがとうございました。はい、続きまして、ヨシミンです。ヨシミン。ヨシミン。よしみ来てるよ。まずはみそらから来てます、はい、公演の自己紹介の時に言うよろしくお願いしますのよしみの飛び方がなんか変これどういうことだろう。みんなは確かに大体みんなはこうピョーンってカエルみたいにジャンプして着地するんですけど、よしみは足がまっすぐのまんま飛ぶからなんか刺さったって思います。やってみたい。どういう風に飛ぶ。床に刺さったみたいに飛びます。高校2年生16歳のよしみんことよしみあねです。よろしくお願いします。刺さってる。一回詰まったタイミング、なんか飛ぶタイミングわかんないじゃないですか。飛ぶタイミングわかんない。わかるで飛ぶタイミング。なんかよろしくお願いしますとの、うん、こう絶妙のタイミングが、うん、みんなどうやってやってるんやろうと思ってるんですけど、うん、分かんなくて。うん、確かに。いやすごい。難しいんだね。難しいんだね。よしみすごいな。趣味田植え。趣味田植えとかして。田植え。おばあちゃん家が京都の山奥にあるんですけど、おばあちゃんがなんか畑と田んぼと山を持ってて、すごいね。で、あの毎年田植えのお手伝い行って稲刈りもしてみたいなお手伝いをしてます。毎年やってんねや。はい、だからこう刺さるような感じ。なるほど。だから稲みたいな感じだよね。稲。私は稲だ。でも俺も温泉もサウナも確かにね、好きじゃんね。好きなんですね。めっちゃ好きです。わ、好きですか。で僕もめっちゃ田舎で田植えもおばあちゃんとかがやったほうがいい。俺や。ギャンブル。よしみギャンブルゴリラ。ギャンブルでしょ。よしギャン、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 よしギャン。ちょっとあだ名が変わりましたね。続いてゆかたんから、目開いたまま寝てる。目開いたまま寝てる。そうなんです。レッスン上でパッて見たら倒れてるんですよ。えっと思ってそんな開いてるの。開いて、やばい倒れてると思う。パッて見たら どんくらい、どんくらい寝てんの。ほんに、そのままです。このままで寝てんの。なんか、大丈夫。無意識なんですけど、うん、結構なんか公演の時に密着とか密着 Vlog みたいなのを、うん、自分たちで撮ったりしてて、うん、それで私が寝てるのを撮られてて、後々見たら目開いてて、本当に無意識なんですけど、よく言われます。ね、寝れてんのそれって。めっちゃ寝るの得意ってくらいどこでも寝れる。目開いたまま、寝れてないよそれ。目開いとったら結構寝る。はい、ということで以上ヨシミンでした。ヨシミン、ヨシギャン、ヨシギャン、ヨシギャンでした。じゃ続きましてあやみです。はい、さっきも言いましたけど専任賞で、うん、中学2年生かな、はい、中2、はい、そうなんです。あやみにはね、結構みんながね褒めてくれているタレコミがいっぱい来てくれたので、よしみ、思いやりにあふれてる。あやみは9期生の中で精神年齢は一番高いと私は思っています。そうですね、一番年下ではあるんですけど、うん、いつもめっちゃ冷静で、冷静にすごい考えてて、しかもなんかよく考えたら中学2年生で一緒に公演やってるってすごいなとか、すごいなと思うので、まあこうワイワイガヤガヤしてる時に大体闇は静かに見守っていて、一番精神年齢高いんじゃないかなと思う。そうなんだ。美空からもいつレッスン場に行ってもいる、そんな闇に刺激されて自分ももっと頑張ろうって思えてます。確かにいつもいる。戦場に住んでる？住んでない。レッスン場に住んでんの？そんなにある？昨日もいましたし、一昨日もいましたし、毎日やってる。熱心ではなくすごいすごいことやる。それはやっぱ練習しに来てるんだ、ね、はい、今なんか結構自分のショールーム配信の企画をやってて、うん、まあそれをするためになんか練習したりもしていて、うん、だから結構レッスン場には住んでる波にはいます。すごい住んでる。レイポンからも来てますね。
日に日に身長が伸びてて顔も大人っぽくなっていて恐ろしいです、はい、なんか会った時は本当に9期生の中で一番下から数えた方が早いぐらい身長が低くて本当に赤ちゃんって感じだったんですけど、赤ちゃん赤ちゃん9期生の赤ちゃんね、はい、最近は結構抜かされたメンバーも多いんじゃないかなっていうぐらい身長が伸びてて、どれぐらい伸びたのか、加入当時が148センチだったんですけど、今も157、やばい、みんなやばい、1年半で、はい、1年半で8センチ、9センチ、まだ伸びてる、まだ伸びてる、すごいやん、やばい、いろんな身長の成長も見守っていただけたら、ほんまや、180ぐらいなるかもしれないし、なるかもしれない、なるかもしれません、すごいや、はい、ということであやみでした、ありがとうございました。続きまして、マナミン、はい、マナミン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 の今チームが私は一緒なので、マナミンのことはなんとなく分かってますが、同期から見たらどう見えてるのか気になります。年下の子たちから感謝の意見が、さっきの話、って言うて、みんながって言うてるけど、本人ないの、こんな感じ、あやみが送ってくれてます、はい、チーム N に行っちゃってから会う機会が減ったんですが、会ったら絶対ギューしてくれるようになりました。嬉しいんだね、マナミンのことが大好きで、世代交代で研究最高やんで、うん、まあ、同じポジションをやらせてもらったんですけど、うん、そこで結構マナミンとの関わりが増えて、うん、もうなんかさらに大好きになって、うん、でもなんか全部昇格して離れちゃったけど、なったら毎回ね、うん、なんかいっぱい話してくれるから、それがありがたい、ありがとうって、チーム N って先輩方だけなので、こうあんまり目でる対象がいないそうなんで、やっぱりあやみとかがに出会うと、なんかついこうガッてやりたくて、可愛くてね、出たいもんね、やっぱりね、よしみんもあるんだよね、はい、私が分からないなと思って一人でこう悩んでたら、何も言わず隣に来て、鏡越しとかで目合わせて、でそのままどっか行くみたいな、かっこいいな、そうなんです。でもそんなマナミンにミソラは言いたいことがあるみたいで、リエはめっちゃセンスなイメージだけど噛み癖があります。噛む噛むってこと、噛み癖なの、指やられたんですよ、私もやられました、あ、みんな噛まれてるやん、どういうこと、なんか仲いい子たちを見るとなんかとりあえず噛んどこうみたいな、どういうこと、私は仕上げた国以外仲良くないってこと、あ、ほんとだ、おばはんが、好みがあるんですよ、好みがあるんですよ、カノピーは、あれ、噛んでほしいんじゃん、カノピー、ほら、待ってても噛んでますよ、噛むと待ってる、またいつか噛ませて、いなされました、おばはん、いなされてしまいました、噛まれたらもう仲良くなった、証拠でもある、確かに、ね、それで距離詰めてきてるかな、あ、じゃあ、距離の詰め方、距離の詰め方、じゃあ俺らもな、噛まれるぐらい仲良くなってね、はい、最終的にはこう指をグッと噛まれて、最終回の時にはね、そうなったらいいですね、それぐらいの絆を深めていきましょう、はい、はい、ということで以上、まなみんでした、せーの、こんにちは、まなみんです、よしみんです、ゆかたんです、はい、この3人でなんとコーナーをさせていただくことになりました、嬉しいですね、めちゃくちゃ、やっぱコーナーといえば、うん、挨拶と名前が必要だと思うね、確かに、ね、自己紹介とか、そうそうそう、うん、皆さんに覚えてもらうためにね、うん、だから考えよう、みんなで、そうやな、いきなりなんか YouTuber さんとかも結構最初に、うん、どうもこんにちはみたいな、確かに、から大事大事、そういう、ね、頭に残るキャッチフレーズみたいなのを作っていけたらね、もう3人のキャッチフレーズってなんかいいです ね、なんかまとまり感じ、うん、まずこの3人のコーナーの名前は考えたんですけど、何ですか、何ですか、ミンミンタン、ミンミンタン、
そうでやりたいと思ってるんですけど、その挨拶を今から考えたいと思います。どうする挨拶？なんかミンミンってなんかセミみたいやから、うん、なんかみんなで、うんうん、一応聞いとこ、一応聞いとこ。ミンミン、今は夏だよ。夏ちゃんと聞く。夏の間それずっとやんの。秋になって教えてくれんねや。秋になったよって。まあまあまあ。セミの季節じゃないのに、それ死んじゃっても斬新なアイディアですね。わあ。まあ置いといて、でも結構ごめんけど嫌かもしれない。、うん、はい、すいません。みんみんとなんかでもさ、うん、YouTuber の方の挨拶って、うん、結構スピード感が大事。確かに勢いがな、そう勢いが大事だと思うで、ね、そうそうそんな感じ。ほなよし、みんみんみんた、あ、あ、いいちゃう、それいいちゃう、ん、いいよ、うん、もう自分ちょっと恥ずかしくなってかわいい。あ、じゃあどうする、ゆかたん、まなみゆ、よしみゆ、ゆかたん、まな、ゆか、まな、よし、ゆか、みみんたん、いきます。まな、え、嘘やろ。ゆかたんちゃん、よしやな、まな、ゆか、みんかと思った。ま、え、まな、よし、ゆか、みんみんたんってこと。そうやな。なんかごめん、どういうこと。いきます、じゃあ行こう。まな、よし、ゆか、せーの、みんみんたん。よくないでも。なんかラーメン屋っぽくていいね。いい、いい、いいと思う。すごいいいラーメン屋みたい。すぐラーメン出てきそうなお店。でもあれちゃ、あの、自分の好きなポーズしたいやん。まだ、はい、よし、ゆか、みんみんたんだけポーズするよ、セット。みんみんたん、どうする、何のポーズする。セミ。だから、なんでセミから離れてくれへんの。セミ推しやな。すごい執着するやん。セミ推し。どうする、ケーキってよくこのポーズするよな。確かに。あ、このポーズ。最初からずっとこれしてるよね。うんうんうん。じゃあ公園とかでも好きなポーズして、うん、ミンミンタンにする。ミンミンタン。オッケー。もう一回やってみよう。うん、いきます。まだ、よし、ゆか、せーの、ミンミンタン。なんか公園せーのおもろいな。まあ、公園せーのなしで練習しよう。練習しよう。あ、大事大事。なるほど、あのあれ息を合わせるってこと、ね。そう、せーの、ストイックやもん、なんか呼吸で合わせよう。呼吸、うん、呼吸を感じよう。呼吸を感じ。まあ、よし、ゆか、みみたん、どうでしょう、いいんじゃないですか、今皆さんのコメント来てるかな、うん、多分、ね、どうですか、めっちゃいい、まあ、あなたたちこんなね満足してるけど、もしコメント欄死んなっちゃったらどうする、いやもうちょっと作成会議その閉じる。まあね、これから、うん、これでやっていきましょう、うん、じゃあ、うん、いろんな YouTuber みたいなこととかもねしていきたいですね、うんうんうん、はい、いろいろ挑戦、うん、毎回の動画で違う、うん、違うことをあれたちはね、いろいろやっていきますので、はい、お楽しみに、お楽しみに、チャンネル登録と YouTuber っぽいね、なんかチャンネル登録初めて言うね、せーの、チャンネル登録と高評価、グッドボタンをお願いします。バイバーイ、バイバーイ。